紙飛行機？どこから飛んできたんだ？その紙飛行機の匂いを嗅いだら、甘いチョコの匂いがしたんだ。すごいびっくりした。今まで自分の中身を見たことがなかったから、自分がまさかアンパンじゃなくてチョコパンだったなんて。なにアンパンじゃなくてチョコパンだったの？コケパンくん、何読んでるの？え、アンパンくん、いや、チョコパンくんの日記。勝手に読まないでよ、最低。まさかアンパンじゃなくてチョコパンだったの？わー、そうなんだ。僕はチョコパンくんなんだ。それ本気？あんこちゃん、あんこちゃん、アンパンじゃなかったの？チョコパンだったんだ。あんこちゃんもあんこじゃなくてチョコなの？私はチョコじゃないよ。みんな、今まで黙っててごめんね。なんかびっくりだし、寂しい。大丈夫だよ。え？チョコパンくんはチョコパンくんだよ。どういうこと？どういうこと？アンパンじゃなかったとしても、優しくて、面白くて、可愛らしくて、たまにドジだけどしっかり者で、みんなに愛されてるところは変わらないでしょ？あんこちゃん、いいこと言ってくれるね。ありがとう。え、どういうこと？まだまだみんなのために頑張るぞ。チョコパンくん素敵。ということで、今日からコゲパンキッズ TV 始まるよ。うわー、コゲパンくん、コゲパンくん大丈夫かな？心配。ということで、今日からチョコパンストーリー始まるよ。わーい、これからもよろしくね。よろしくね。よろしくね。うわー。